長技和は日本の元自転車競技選手。口述の通り、モスクワオリンピックに関する悲劇の選手としてよく言及される。大阪府出身。大阪府立上等工業高等学校を経て法政大学に進んだ。1972年のミュンヘンオリンピックに出場した後、1976年に杉野鉄工所に入社。 モントリオールオリンピックスクラッチ種目において日本人選手としてオリンピック大会史上初めて自転車競技で6位入賞を果たした。1977年に日本競輪学校第41期に合格するも3年後に開催されるモスクワオリンピックへの夢が立ち切れず競輪学校入学を辞退。 当時、競輪学校の受験資格年齢条件が24歳未満であったことから、このことは、モスクワオリンピック後における、競輪選手への道は閉ざされたことを意味した。1979年のプレオリンピック大会のスクラッチで3位に入り、がぜん、翌年に開催される、モスクワオリンピックのメダル候補となった。しかし、1980年5月24日に、 1979年12月に発生したソ連のアフガニスタン侵攻にかかる問題でアメリカ合衆国がモスクワオリンピックへのボイコットを西側諸国を中心に呼びかけたことに対し日本政府が同調する動きになったことを受けて JOC 総会の投票で日本の同大会ボイコットが決まり翌月不参加が承認された もはや競輪選手への道すらない蝶はこのボイコットを持って現役から退りぞかざるを得なくなった。ボイコットの知らせを聞いた蝶は全身から血が引いてゆくようです。という言葉を残している。世界選手権では1974年、カナダモントリオール、1975年、ベルギーリエージュ、1977年、ベネズエラサンクリストバル、 1978年、西ドイツミューンヘン。1979年、オランダ・アムステルダムの5大会に出場。入賞はしていない。その後、島の工業に入社。現在は、和歌山県田辺市で自営。モスクワ大会の日本勢のメダル候補といえば、柔道の山下康弘やマラソンの瀬古敏彦、さらに女子バレーボールチーム、ボイコット決定の瞬間。 号泣にくれたことで有名となったレスリングの高田、有事などが挙げられるが、これらの選手及びチームは次のロサンゼルスオリンピックには出場することが可能であった。4年後のロサンゼルスオリンピックでは、坂本勤がスプリントで銅メダルを獲得。日本自転車競技史上初のオリンピックにおけるメダル獲得となっている。 k-e-i-r-i-n.jp 日刊現代2012年5月29日付の13ページ、あの人は今こうしている自転車競技で活躍した、超吉和さん。ありがとうございます。